吉澤亮さんです。エランドール新人賞吉澤亮殿、以下同文おめでとうございました。ありがとうございます。すいません、吉澤亮と申します。本日は、こんな素晴らしい賞をいただき、とても光栄に思っております。いや本当にやっぱりこういう賞をいただけるっていうのはすごく嬉しいことで、普段あまりなんていうんですかね、そう賞をもらおうと思ってお芝居をしているわけではないんですけど、やっぱりこうやってたくさんの方に評価していただいたっていう証をいただけるっていうのは本当に役者として大きな喜びだなと、かみしめております。そうですね、これからもたくさんの方に応援してくださる方々に感謝しつつ、もっともっとたくさん皆さんにワクワクを届けられるような、吉澤亮の出てる作品なら見てみたいなって思っていただけるような、役者になりたいなと思ってますので、これからも精進していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。そして吉澤さんにもお祝いのゲストが駆けつけてくださいました。連続テレビ小説夏空の脚本を手掛けた大森すみおさんが駆けつけてくださっています。それでは大森さんから吉澤さんへお祝いのお言葉をお願いいたします。どうもおめでとうございます。流れからしてヒロインじゃなくてすいません。吉田さんに朝ドラで演じてもらった天陽君というのは、北海道を開拓しながらひたむきに絵を描いているような地味の極地にいるような役だったんですけども、一見華やかに見える吉田さんも、持ち前の役に対するひたむきな姿勢とストイックな表現力で見事に天陽君の魅力と俳優吉澤亮の魅力を、ドッキングさせてくれたというか結びつけてくれました。先ほど の岡田さんや清原さんもそうなんですけども、本当にこの役を通して彼と出会えたことに本当に感謝してますし幸せに思います。またこれからますます大きな、お仕事に挑戦していく俳優なので、その背中を見送れることも頼もしく、また皆さんもますますこれからも温かく注目してほしいと思いますし、どうか頑張ってください。おめでとうございました。大森すみおさん、ありがとうございます。エランドール賞、改めてこの賞金の重みというのは感じますか？いやもう本当に嬉しいですね。さっきも言ったんですけど、その賞をいただくために何かを頑張るっていうことはないんですけど、やっぱりこうやって評価していただいた方々がいて、なんかちゃんと自分のそういう役作りにしたこととか、なんか作品への思いみたいなものがそういう見てくださった方々に伝わってるのかなという気がして、すごく嬉しかったです。朝ドラでも天陽君が亡くなって畑のところで天陽ロスって言われたりとかね、あるじゃないですか、やっぱり皆さんがそこにも入ってるから、はい、いやもう本当に嬉しいですよね。そうやってたくさんの方の反応も聞けたし、なんか結構朝ドラってロスっていう言葉がよくあるじゃないですか。あ、こんなにすごいんだなっていう、これだけの反響をいただけるんだっていうのをすごい感じたし、なんかやっぱりこの夏空っていう作品のがきっかけで僕のことを知ってくださった方もたくさんいると思いますし、なんか本当に幅も、見てくださる方々の幅もなんか広がった作品なので、本当に、その作品で撮れたってすごい嬉しいですし、なんかやっぱ出れたことに感謝だなと思います。そうですね、はい、そして今度はもう大河も決まっていらっしゃいますから、またその幅というか、はい、すごいことになりますね。そうね、本当にプレッシャーは半端じゃないんですけど。そうなんですか？いや半端ないですね。やっぱり、60作続いてる作品で、本当に今まで本当にすごい役者さん
ていうイメージの方ばっかりがその主演というものをやってきた60作目で僕に呼んでいただけたというのは、まあ、すごい光栄な話ではあるし、まあ、ものすごいプレッシャーだったり緊張がすごいあるんですけど、まあ、本当に、まあね、次の撮影の顔になる方ですし、これからもどんどん注目される渋沢栄一っていう人物だと思うので、なんかちゃんとそこは忠実に、そしてちゃんとエンターテインメントとして面白い作品として皆様に届けられるようにいろいろ準備を始めている最中なので、頑張りたいなと思います。頑張ってください。おめでとうございました。